芝居企画テコールの今日はあなたがテコリスト第2期。今日はあなたがテコリスト、略して今日テコとは、さまざまな企画とトークをお送りするゆるーいトーク番組です。この番組はハッスル FM キズナステーション 84.0MHz でお送りします。この番組はスポンサーを募集しております。宛先は info@tecall.net 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 でお待ちしております。釣り橋なってのもある。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、今日はあなたがデコレスト96回目。先週に引き続き、武蔵急流森林公園に国営国営もう長い名前のところに来ております。おー、すごいね。あ、ここはいつでもできる。そうだね、長い滑り台が。はい、というわけで、はい、今週も先週に引き続き1週間、家族をさまよい家族を求めさまよいたどり着いた次第でございますね。そうですね。うん、いや、今いる場所がこのわんぱく広場っていうんですか。わんぱく、あ、これが噂のわんぱく広場ですね。ですかね。ね、あ、もうわんぱくですよ。あ、もうね、わんぱくの子供たちがいっぱい。あ、これでも、え、ここはあれだ、戻ってくる場所だ。あ、え、なんで並んでんのじゃ。ねえ、あっちからだよね。ああ、なんで、なんでだこれ。何、あ、出待ちってこと。あ、じゃない、みんな子供待ってんのかい。あ、そういうこと。あ、いたいた、息子息子息子、あ、いた。じゃんじゃん。いや、すごい、あの、ね、すげえ滑りの悪そうな超長い 24m のローラー滑り台。いや、滑り悪そうだね。ああ、子供はまあちょうどいい安全な滑り具合だね。そうね。ね、そして長蛇の列。ああ、ここもすごいね。はい、変わらずに、あの、5月5日でございますね。ただ今。そうですね。いやー、すごい、どこまで並んでる？あっちまである。あれ、どこまで並んでんの？ここ来て、あれ、これ下もあるよ。うわー、マジか。あ、これ敷くのね。ビート板みたいな。薄い板をケツに引いて、で、24m。 うわ、ほんとだ、もうビート板持ってる人が、これは長いだろう。長いよ、これで、あ、あそこの網に順とか引っかかっとけば楽しいじゃん。あ、手とか洗えますよ、水道が。あ、いいよ。いい、さっき、あのね、あの、ご馳走になりまして、純くんに、はい、はい、あの、かき氷を奢っていただいて。あいつも立派になったな。ただね、もうあれ一杯あの量の蜜をかけたものは食べれないね。あ、そんないっぱいかかってた。あんまごめんね、なんちょっと調子乗っちゃったかもしれない。いや、まあ、でもね、それはもう純くんは大喜びですよ。あー、よかったよかった。下をね、なんか真緑にしてた。あれ混ざると緑なんだね。そうなんだ。あ、黄色と青だったか。そうそうそう。あ、いた、純、純くんいたよ。違うので遊びな。ここもか。ここも並んでんの。他遊べる場所ある？いやー、いやー、これ、あ、遊ぶよりも並んでたらこう閉園になりそうな。そうだね。あ、じゅんはもう、うん、じゅんはもう山というもので遊んでるね。いやー、さすが。安くていいよ。坂道があればいい。ね。日があり坂道がありもう何もいらない。そうね、なかなか将来が楽しめない野生児に。こう、うわー、ここだ、すごいわ。どっからみんなビート板持ってきてんの。家から。買えってこと。どっかで借りれるんだろうね、うん、あれ買い、もしかしてあそこで待ってビート板受け取って並ぶとか。ありがとうございます。ありそうじゃない。だって配ってる人いないよ。そうだよね。いやー、長えわ、それは。それは純もいなくなったし。いたいた。
いやーすごい。こんなにか。いやーすごいわ。あ、この駐車場は西口？西口だね。これか。これが噂の。ね、もう埋まっちゃった。うん。ああ、そうか、これをね、グイグイって登って、ただの筋トレだね。なかなかつかないなって。あ、沼ですよ。あ、もうどこに登るんですね、灰色の沼は。灰色の沼は沼だからもう流れない水だね。いやー、すっげー、吊り橋も並んでんの、あれ。嘘。え、嘘。だって並んでる。でも並んでる。あ、あれはあれで別のなんか遊具じゃない？あ、本当に？なんかあのジャーっていくターザン的なやつじゃないのあれ。あー、そんなんの。うん、なんかさっき遠くで見た感じそんな感じ。さあ、息子がまたいなくなったよ。うん、ちょっとね、どっか行っちゃったなと思って。まあ、いや、じゃあ下行ってみようか。いいの？一人でいいのあれ。大丈夫じゃん。ねえ、下、もう我々はなんか遊べる遊具を今、ね子供のためにね。もちろん、うん、我々のためじゃなくて楽しかったよっていうね。結果報告かーいっつって。お父さんたち1時間並んでたよ。かーすーすごい。いや、どこ並んでも、あ、でも、ね、あ、いや、あ、本当にただの吊り橋だ。やっぱ吊り橋も並んでるんだ。ただの吊り橋だこれ。そんね、ジャブジャブ池といい、アスレチックといい。あ、さすがゴールデンウィークでございますよ。どうしたみんな。あ、さ、ジャブジャブやっぱいると思ったんだよな。あ、さすが親子だね。行動がわかる。並んでみるじゃん、ここ、ね、いや、それで遊んでても大丈夫だよ、ね、なんかロープワークしてても、ね、ロープの張りをね、やっぱ戦う人間としては大事なところですよね。まあね、ジュン、ジュン、なんか喋ってみる。わって言ってみごらん。わ。はい、じゅんくんです。初出演。初ラジオ出演ですよ。はあ。え。わ。あとで下げるわその。さっき何食べたの。何食べた？はい、何？かき氷。よし、あ、元気なかき氷だ。すごい、初のラジオ出演、ね、子役でございます。わーっとかき氷、かき氷。そこ今度そこだけ切り取って、なんかピーヨン代わりに使う、はい、だからなんとかなんとかでかき氷っていうことは言ってましたねみたいな。いやー、それはそれは、うん、よかった、ね、使ってもらって ね虫が小虫がすごいね、やっぱ山の中は ね。これはいっぱい蚊に刺されてんだろうな。やっぱあれだね、みんな吊り橋と見ると渡りたくなるんだろうね。そうだね、丸太吊り橋だからね。そう、ちょっと楽しみだね。ああ、これで携帯をボトーンっつってね、落とした日にはもうもうダイブするよ。俺の携帯っつって。おにぎり、おにぎり、おにぎり、おにぎりだって。おにぎり。これさ、渡ったと我々どこに行く。それはどこ行くんだろうね。一応あっちから戻ってくれるのが、あ、本当だ、ね、もうさすがに逆走する空気もない人はいない。いないね。こう、一方通行って書いてあったね。ああ、狭いあの血管みたいな。詰まっちゃうから。そうね、チャウリプーチャウリプーチャウリプッチャウリプ。お送りいたしました、ヒップホップ斉藤潤のヒップホップ。チャウリプーン。ちょうど分、近日リリース。見て、すごい虫だ、ね、虫がいっぱいいるんだよ ね、まあ、山だからね。あ、もうちょっと、あ、もうちょっとだよ、すり橋渡れますよ。月が綺麗なの。まだっつ、うん、あ、それ親子ネタ。うんけ。うん、これ放送あれだよ、みんなご飯時だから。でもお湿気だからね。そう、湿気てる。うん。なんでその渋い歌チョイスなの。おっさんが酔っ払った時に歌うようなやつ。はい、じゃあ今から吊り橋を渡ろうと思いますけどね。ちょっと大渋滞を起こしてますんで、なかなかね。落ちたら死ぬよ。ああ、やばいよ、ハードル高い。下にはワニがね。そうだね、うじゃうじゃいますね。うん、500、600匹ぐらいのワニが。え、腹をすかせたワニどもが。いや、ちょっとジュン君を与えてみたいと思います。ちょっと掘り投げてね。ポーン。そういく。
さあこのね丸太吊り橋といってね、この沼地を、かけるように、ワイヤーで本当に下丸太だけです。あ、こっからもうふわふわしておりますよ。うん。若干不安定を演出してますね。ね。ね、でもそこをこうスイスイ行く純くんはさすが体幹がしっかりしてますね。すごい。いますよ、赤いワニが。赤いワニがね。鯉みたいなワニがいますよ。多分鯉だね。さあもうここで携帯落とした日にはもう泣けるね。そうね。浅いけどね。なんだろう、よどんでるねこの沼なんか油みたいなの浮いてるし埼玉の悪いものが集まって、そうだよ、たくさんの、ね、見て鯉、あ、鯉ですね、揺れを楽しみながら動こうかな、そうだね聞いてる人何やってんのか分かる我々はこう不安定なね吊り橋をね命がけでこう今渡ってるわけでございます。はい、ゴール、あ、ここですよ、さあここも純くん5ロープ橋でございます。そうだね、うん、渡れるのかな、ほんともうどけという順番ねいいね、このラジオちょいちょいお父さん感が出る、ね、俺はさすが大人はダメっぽい、12歳までだね、12歳か、ちょっと去年までだな、ね、俺去年までだったらいけたな誰が俺が精神年齢ってこと、俺も今精神年齢13歳だ大きくなったね、大きくなった着々と渡る息子、息子も今後レギュラー出演させようか下はあれだ、クライミングみたいなやつとはしごがあるのか、はしごがあるんだね、登って、あ、はしごを選びましたね、自分はさすが、おこの、あのデルタブリッジっていう三角橋ですさあこれは別に我々も行っても大丈夫そうだね、そうですね、年齢制限なさそう、ね、なさそう、体重制限もなさそう、もうそこはもう一番心配なところだ、心配なところバキッていっちゃうから ね、おーやっぱ早いね、よしよし、デルタバシって時間差で思っちゃったブリッジじゃねえんだデルタブリッジ言うた、あ、そうかあ、じゃあ、あ、12歳までって書いてある、あ、本当じゃあ行けねえじゃん遠回しで、遠回りできます、まあ、保護者だから ね、うん、まあ、お父さんも行ってるね、いろんなお父さんもね、そうだね、行けばよかった、うん、鎖橋、怖いね、鎖橋で腐ってるんですよ、鎖橋です、ね、うん、レじゃねどこにあるのか分かんないもん、だって鎖すぎて朽ち果ててるそれもこれですね、そうそう、鎖橋です元橋とかじゃない材木用意しましたっつって昔橋だったんですよ、ここ腐っちゃってお、無事に、無事に行きましたね、さあ次788ターザン滑車ですよ、ターザン滑車、あ、これはもう昔やりましたね、やったね、いやもう足がいっぱい噛まれてる気がする、あ、もうね、カニ、カかかわかんない、コムしかわかんないけど、なんかコムしかかんだね、じゃあ、うん、あ、ジュン早い、この勇姿を、うん、写メ撮んなくていいの、いや、いいよ撮ったし息子の勇姿だよ、こんな、あ、奥にはネットマウンテンってのがあるよ、ネットマウンテン暑いわなんかその、3分間 CM できますみたいなネット網ね、網です、網山ね、熱い湯ではございません、すいませんでしたなかなか子供用遊具では過酷だね、そうだね子供に熱い熱い押すなよ押すなよっ何を告知するわけでもなく子供たちだからね熱いよっつって終わるってそうだねあ、次だ、おお、なかなか、すげえ、腕の力だけで、うん、体軽いからな、みんな、なみんなそうだね、体軽いから、うちらがなんか乗ったらお尻ついちゃうじゃん、つくね、多分普通につくね、これ、ね、あ、次、ついに息子、お、息子勢いつけるよ、これ、おお、いいですね、それいいって言ってますね、ね、おお、言ってるね、
息子戻ってきたよ。そうだね、バインって言った後にターザン、あもう無理、あー真似はしようとしてますね。怖いんだけど、パスパスがちょっと届かず、取れるか取れるか取れない行っちゃった。そういう時はね、うん、親がきっとサポートするべきだもんね。そうだね、うん、でもうちはねそんなね甘くない、そう自分でやれよ、うん、おあー取れた、よし、はい、はい、やっと出てる9だ。じゃあ次はネットマウンテンですね。ねえ、それはもうすごい移動が全部小走りというかね。あー焦げましたよ行った瞬間にこけると、やっぱお父さんあれ、しかもこれダメだ、中止になってますね、ネットマウンテン。ネットマウンテン中止大、もうあのなんだこの囲いがそうだね、だって網がなんか修復されてる、そうだ、ね、感じがするからね。メンテナンスのため使用できませんと。あしょうがない ね、 ね、みんなこれ真ん中に着くから真ん中破れちゃったんだね。そうだね、山と家と所詮網だから、山を語ってしまったことを深く反省するがいい。そうだね次は平均台ですね。これは別に我々も大丈夫そうだね。そうですね、じゃあやってみましょうか。やってみましょうか。あ、じゃあもう平均台は昔から得意だったね。あ、そう昔から、うん、平均台の上で昔とかもう側転とかできたからね。あ、すごいもんね、それ新体操のレベルじゃん。そうなんですよ、バク転やったかな、やってないかなぐらいだね、平均台でうん、すごいね、の記憶が定かではないじゃあちょっとどうぞ。よし、普通に渡るよねあれね、あれお父さんはやんないですか。あ、自分もお腹いっぱいなんで今。そうか、ケバブ食べたからねよいしょ、おーす、見事アキラ君クリア。そう、それよりも早々にこうジュン君がクリアしそのことには誰も触れず次がピラミッドロープ。ピラミッドロープ、あ、もう今あれですね。ああ、あれはさすがにあれだね、ちっちゃい子用だね。そうだね、ちょっとはしゃいだ大人は怒られるやつ。普通に乗るなよ。あ、結構あるね、まだ11でしょ。あ、結構あるんだね。ああ、これいいの、奥さんとか置いてきちゃってる。あ、大丈夫だと思うよまあなかったら電話あるか、ね、ぐるーっと回ってっからね。はい、ほら冒険コース、あ、これが噂の冒険コースだ。本当だ、こっからだね、こっから冒険なんだね。あ、これなんか、あ、でも違うな。え、何、来たことある。いや、うん、と思ったんだけど、箱根にもなんか似たようなのがあるんだよね。あ、そう。うん、でもネットが張り巡らされた山ネットマウンテン、ネットマウンテンだからね。さっきメンテナンス入ってたけどそう、さっきのがネットマウンテン。これは何や、ね、ピラミッドロープだ。あ、そうだそう、ロープ、ロープだ。いやー、これもう僕は、あ、いたいたいた、いました、いましたいましたって普通に見失ってて、いやー、これついたくだけでも結構息は切れてるよ俺はこれでも何したらゴールだと思う、この多分出口があるのかな、あるのかな、もしくはまあ飽きたら飽きたらもうゴールというよりかはもう遊び尽くせと、だってもうあそこまで登ったらもうゴールじゃないよね、目的は。ねえ、頂上だよね。うん、みんな偉いの、あの先端に立とうとするやつはいないの、さすがに先端だってなんかこう捕まるものがないからないね。ああいうところで座るの好きだったね、あの遠くから係の人がやめてってそこの赤い服着た僕やめてって若干焦りながら、あ、ごめんなさいっつってあー、すごいね、息子さんガンガン登ってますよ。おー、さながら蜘蛛の糸ですな。そうだね、プツッもう上しか見てないよ、やっぱね、ゆうくんの息子だけあって下は見ない。だからさっき転んだんだね前しか見ない。あー、行った、誰から行こう、早い、降りるの早いな、うん、もう頑張ったすごいねまだあるんだね、まだあるよどうぞ一回インターバル置く、インターバル置こうか、うん、じゃあちょっといろいろやってんのを全部中継するのもあれだしねちょっと一回飛びましょうか、時間飛びましょうね、はいよ、はい
ってコール。はい、というわけで、はい、とりあえず何個かね、遊具を。そうだね、もうひとしきり回りましたね。回りましたね。アスレチック。もうまだまだこの体力を続く純くんを。もうずっともう走ってっちゃいましたけどね。それまた吊り橋行くんじゃないか。じゃあ、こっち。父の声が響き渡る。あ、いいんじゃない、ちょうど、ね、最後の最後の三角山、甲州台みたいな、ああ甲州台もう順帰ってこなくなっちゃう。帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた、お帰り、ねえ、ね、これ何なんだこういうもんじゃないの三角階段、そう、なんか三角の階段をこう登っててっぺんまで行ったら降りてくるというね。そうですね、うん、もうてっぺんまで登ったら、うん、あとお前は下り坂だぞと人生ってそういうもんだからなと。そうだぞ、この汗じか深いですね。そうですね、もうてっぺんにいるなんて一時のね。そうですよ一時の優越感に浸って、ああ結局はみんなに共同されるっていう。そう、でも一回でいいからてっぺんに行きたい。見たいねてっぺんからの景色を見てみたい。見たい。そんな京都子がお送りしておりますさあ、なんとか元の場所に戻ってまいりました。ああ、よかったね、戻れて。うん、さあ、お母さんは、ああっちだ、あっち、ジュンこっちやって、こっちです。うん、何を酒ビール飲みたい、集まりも欲しいなんか飲みたい。よし、うん、じゃあもう飲み物を買いましょう。ねえ、もう脱水想像になってたから。なっちゃうなっちゃう、この暑さだから。あ、夏だよ、5月といえど。本当だ ね、 ね、いや暑いわ。はい、合流しました。ああ、もうなんか泣いてるのが眠いのかな。お眠でございますね。はい、はい、戻ってまいりました。あ、美味しいカルピス持ってるよ。あ、体にピース。いやいや、若干しゃくれながら、しゃくれてるねしゃくれ笑顔を見せてくれました。下のお子様でございますね。カオルちゃんですね。カオルちゃんです。カオルちゃん、なんか一言どうぞ。大泣きした後のカルピスは最高です。あ、あすごいしっかりしゃべるね。もうね、成人を迎えたの34歳じゃないかっていうね、すっきりした言葉で。カオルちゃんすげえよ。まだ生まれてしばらくでしょ、3年ぐらい。ね、まあまあ、まだ3年経ってないですね。経ってないけども、やっぱ体にピース飲むとね泣いた後はカルピスだと、うん、これがたまんねえっつわあ、将来が楽しみでございますけど。楽しみでございます。中なんかはもうほらね、もう先ほど武器を取り出してさあ、絶対買わないな。だって買わないな、もう終わっちゃったもんな、水遊びな。そうだな、はい、ただもう露天の、これ露天の親泣かせシリーズだね。そうなんだよ、もうこういうのみんな好きだもんね。好きだよ。だってこのフリスビーでしょ、1回しか遊ばないのに。そうなんだよねでもうちも結構溜まってたね。あ、そう、フリスビーとかやるじゃん、あ公園行くと。あとこのバット系、あの柔らかいバット、太いバットにふわふわの球のついたやつ、はい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 、うん、スポンジみたいなやつ、もうここにも置いてありますけど ね、 ね、そういうの、うん、ダメだよ、シャボン玉なんてその最たるものでね。そうだね、本当にこれは1回しかやらないね。そう、これ命名がいいねでもウォーターガンクラフティの倍すんだね、ショットガン本当だね、うん、ボンバーはボンバー倍ですよ。ボンバー倍ボンバーやばいっすよ。怖いな。怖いよ。もうこれぐらいかな。イガウニボール260円くらい。イガウニボールにしよう。あ、これだったらまたあの、ね、あ、いい、うちらの稽古でもね使えるから遊べるし。パパ買っていい？絶対買わないさあここでね、教育の買わせてくれない。高くなってるね高くなってるねダメだっつって。いや、ダイソーで買ってやるよ。そうだね、これダイソーで買ってあげる。今日は諦めよう。あんま大きな声で言えないすごい遅いね、うん、お店の前だからね。そうだよはいはい、あ、もうだってもう帰るじゃん今から。キャッチボール、ね、フライングキャッチボール、イエイエイ、フライングキャッチボール、マジックテープだろ、そういうことファーって飛んでね。カオルちゃんがもう帰ろうぜって顔してるけど空飛びながら撮るわけじゃないんだね。うわ、だったら買うね安い安い、320円で空飛べるよっつってさあ、そんな
ゴールデンウィークラストの、1日ですね。そうですね。ゆうくんももう明日から日常が。もう明日から私は仕事でございます。僕ももう今日こそ帰ったら書きます。これ4日間。うん。やっぱね、でもうっすら思ってるらしくてね、うん、昨日寝てたらね、バーッと起きてね、うん、携帯にメモしてた。えらいじゃん。なんかやっとつながりが見えてきてね。そう。それまで瞑想してたんだけど。うん。ちょっとね、来年の1月のね、本をね、ビシッと書いて、ね、ビシッと書いて、カオスやなって言われて、今から言いますけど、そのテコール史上最高の物語になりますから、うん、なっちゃうからね、はい、なっていくもの、ザ・エンターテイメントでね、結構出番多いからね、あのダイエット企画は頑張ってもう私なんかバシッと脇を固めて、うん、色物は任せろっていう周りになっちゃったよまあね、自由なやつ痩せてね。そうね、かっこいいよね、久しぶりにね、かっこいい私をね、3年ぶりぐらいに、もうでも太り始めていくつになるの10年は出すかな。そうなんだよ。で1回痩せたりとかはね、そうするんだよね。あるある、うん、1回ね70ジャストまで落としたんだよ。ああすごいね。それが3年前ぐらい、4年前ぐらいのやつ。いや5年前かな。階段屋より前。階段より前。ほう、階段屋の時だって78とかだったから。あ、でもそんなんなんだ。あったあった。へえ、よく俺をね主役にしたな、この動画と思って。いやでも今のね写真って、あの DVD 見るとめっちゃ細いよ今見るとねえ、ここら辺で締めようかね。締めましょうかね。はい、この時間のお相手は芝居客でこれ AKR と斉藤優でした。バイバーイ。バイバーイ。チャン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 何それエンディング